サンキュー、どうもパンサー尾形のサンキューチャレンジのお時間です、ね、今日はどういうチャレンジをするんでしょうか。はい、ということで私、はい、ジャッジマンの圧力でございます。よろしくお願いします。ということで、はい、前回の放送から今回でね、セカンドシーズンに、いつの間にかセカンドシーズン、素晴らしい、前回 ね、はい、ビシッとアイドルマスターでやりましたから、はい、そうですね、番組継続ということになったんでね。そうですよ、今日もですね、なんと豪華なゲストが来ております。マジっすか。はい、それでは登場していただきましょう。よろしくお願いします。サンキュー。もういつもの2人もういいんだよ、この2人は。頑張りましょう。いいんですよ、この2人は。頑張っていきましょう、今日もね。飽きたんだよ、この2人。頑張りましょうよ。もうセカンドシーズンですから、はい、そうですね、我々がなんか出ても面白くないんで、今回スペシャルゲスト、お、本当の、はい、本当の、どうぞ。うわー、サンキュー。笑顔が違う。嬉しい。すごい笑顔。入ってこないんだよ。もう喋ってるからこっち。はい、ということでね、以前にも出たことある方も出たことない方もいらっしゃいますので、リコちゃん、かなちゃんは、そうそう、ね、コスプレで、はい、ね、そうですよ、ね、サンタさんの、そうです、そうです、やっぱ女子のことだけは覚えてますね。覚えてますよ。可愛らしい。そしてなんか、はい、新規の、新規って言い方あれですけど、はい、新規って言い方ね、ちょっと生々しいけども、はい、ももちゃん、はい、ももちゃんも今日は、はい、今日ももちゃんも出ますんで、嬉しいよ。今日はですね、はい、パチンコ AKB48 桜ライトバージョンを売ってもらいます。来たかった。まあ、アマデジタイプなんでね、はい、あの99分の1なので当たりやすいタイプ。そうっすよね。でもあれ、はい、あの継続率が93%。うわ、めちゃめちゃ続くやつなんですよね。93の逆はサンキューです。サンキュー。なるほど。そうだ。そうですね。俺より先に言わないでください。え、初めて打ちます。今日はですね、尾形さん VS 女子3人ということで、女子と対決、女子と対決です。今日は頑張っていただきたいと思います。で、目指せ39連ということでやってきますので。39連、93パループですから。あ、そうか、いけるか。いけますよ。俺が勝ったらでもなんか、いや、もう今日もすごいご褒美が。え、ディープキスですか。え、何、いや違う、何ですか。その辺は女子と交渉をね、交渉はいいですね、交渉は、交渉はいいです。今日マジで頑張ります。はい、というわけで、早速ね、打っていきたいと思いますんで、はい、じゃあみんなで行きましょうか。頑張るぞ。サンキュー。はい、ということで、はい、制限時間90分の実戦スタート。おっしゃ、行こう。スタート。皆さん頑張ってください。サクッとね、当てて、はい、よしよしよし。はい、ということでまずはスペックの方から説明していきたいと思います、はいはい、パチンコ AKB48 桜ライトバージョン、大当たり確率99分の1、うん、各円突入率 50% の台となっております。今回は右打ちの継続率がなんと 93% という高継続期となっておりますので、大連ちゃんも夢じゃない。これは楽しみだ。はい、あ、しかもですね、U タイムも搭載しておりますので、通常時299回転消化すると370回転の、時短がつきますので、ほぼほぼ当たりが、ほぼ当たるわ、はい、じゃあ93パーループから、スタートする当たりが取れると、なるほど、いうことになってますので、まあ、そういう救済もついてますので、あ、これいいっすね。比較的遊びやすい時代だと思いますので、ね、確かに皆さん今日頑張って39年を目指していただきたいと思います。嬉しいな。はい、ていうかやっぱ女性陣と俺似てんのが楽しいわ、はい、しかも前回より増えてますから。やっぱいつもね、男臭いなんかのおじさんとばっか打ってるから。そうですね、おじさんオンリーですからね、いつもね。もう嫌なんですよ。めっちゃいい匂いするもん。匂、まあ、いね、もう匂い全然違うわ。まあでも、みんななんか焼き鳥みたいな匂いするんですよ。焼き鳥、もうおじさんですからね。そう、はい、嬉しいな。はい、今日はももちゃんがね、初めて、はい、ね、ももちゃん、はい、こんな言っていいのかな、さっきの、言わない方がいい。あ、別に大丈夫ですよ。ももちゃん、こう見えて、はい、ママですからね。これちょっとなんかプライベートでちょっと聞いたんですけど、いろいろ口説いてるわけじゃないですよ。3人のこのママ、すごい、超見えない、いいっすよね、こんなママ。見えないですね。ちょっとなんか、ケバメのママ。いや、俺ケバい女性最高に好きなんですよ。なるほどな、尾形さんタイプということですかね。タイプです、みんなタイプよ。みんなタイプ、みんなちょっとケバいじゃないですか。俺好きですわ。まあ、ギャルっぽい感じの、ね、女性ですよ、皆さんね。嬉しいな、お綺麗ですし。みんなパチンコは打つんですか、よく。いや、あんまり、あん
まり打ってません。ももちゃんめっちゃ打つって言ってましたよね。ね、打ちます。打ちますよね。何台が好きなの一番。何ですかね。無双とか。あ、無双はやっぱ王道ですよね。結構王道だよね。ケージがでも好きですよ。あ、ケージ、そう、ほんとケージ好きな人もケージしか打たないよねあれ、ももちゃんスロットも好きでしょ。でもスロットもやります。スロット打ってそうだな、細いタバコ吸いながらももちゃんはあのタイプ誰なんですか。その言ったら芸能人ね、その本当に俳優さんとか顔のタイプ。ヒゲがある、ヒゲがある人。あ、ヒゲがある人、もう俺じゃねえじゃん全然もう嘘だ。お、何、みのり保留疑似2になりました。疑似2。はい、疑似2はちょっとまだな、まだちょっと弱いですね。ちょっと弱いね。こっから疑似3に発展すればいいんですが、これ演出はそんなに前のやつと変わってないですね、あまり。なるほど。ちょっとこれ早く当てたいな。39連したら終了ですからね。そうっすね、もうサクッと。だってこれめっちゃ早いでしょ多分。早いね、当たったら。ダメダメでしたね。ダメね。保留の色の信頼度とか分かりますか。あ、聞きたい。はい、ということで、ゼブラでしょ、ゼブラ。そうなんですよ、ゼブラは一応 97% 強力、ね、ゼブラ保留で 97? 97です。97ある97で、あ、赤保留は 77%。 あ、赤保留ちょっと信頼度上がってますね。で、紫保留でも 46% ありますんで、緑の次に紫あるんだ。緑の次になれば、まあまあそこそこ期待はできるかなっていう。まあ、ゼブラ柄に関してはどこの演出で出てももう大チャンスというところになってきますね。97はまあ当たるな。そうですね、だから比較的も赤まで保留が変わればもう大チャンスと思っていただいて。なるほど、大丈夫ですね。なるほど、はい。ちなみになかなかね、芸能人の方とこうお話しする機会ってね、皆さんないと思うんですけど。芸能人ってなんか、芸能人でもないですけどね。いやいやいや、でもね、一応ねテレビでご活躍されてますから。いやいや、さん、え、俺芸能人っていう感じで見てます。見てますよ。本当っすか。うわ、嬉しいな。なんか質問とかありますか。有吉の壁、子供とよく見るんですよ。嬉しいな。え、それ、あれいつも罰されるじゃないですか、はい、よく。そうなんですよ悔しいな。あの、グループでやるともらえるもらえてるけど。そう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 。あ、リコチ、ちょっと待って。今ステージ移行してたんで、なんかゲームのとこが38って赤いよね。あ、ほんとだ。それなんかすごくない。回転数赤はチャンスアップですね。おお、いや、当たんじゃん、もう。当たるかな。いやー、ちょっと俺うんともすんとも言わねえな。おお、すごいすごい。熱い。あ、もう9位になったじゃん。え、9位になってなかった今。なってないですね。なってない。はい。嘘。いや、当たるよもう。外れたら悲しい。まあ、ちなみにサイド液晶の回転数が赤文字になるのは信頼度 91%。 え、91あるの。 91%。 いや、まあ、当たるよ。やば。リーチ弱いよ。星に。こっから超絶とか行くんじゃないですか。なるほど、詳しいね。行かないかな。詳しいねめちゃくちゃ詳しい。え、外れた。あ、じゃんけんか。あ、じゃんけん行くんだ。なるほど。あ、これも鉄板パターンっぽいな。まゆゆだ、まゆゆ。ちょっとブルったよ今ブルりましたよね。ブルりました。これブルんの熱いんじゃない。これ行くんじゃない。あ、これいい演出。これいいんじゃない。当たりました。当たった、マジで。おめでとう。いいな。やったー、やった。さあ、ここから 50% でね、学園に入ってくんで。頑張れ。頑張る。満開モードに入れば 93% のループの方に行きます。熱狂、熱狂レベルいった。あ、何これ。熱いですよ。これ熱いだろう。はい、熱い熱い。おし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 、いいんじゃない、いいんじゃない。疑似さんだよ。おー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 、スタンバイしてますね。うわ、スタンバイしてる。
お、みんなちょっと今日は甘デジですからね。あ、おー、ほら、これ、これ来るだろ、これ。いいカットイン。リコちゃんは単発。はい、残念。おっしゃ、紫。これは尾形さん、熱いですよ。紫行きました、はい。あ、もう一個スタンバイしましたね。もう一個スタンバイする、赤で。緑保留。うわー、あの紫だ。 あ、外れた。うわ、外れた。嘘、当たんじゃないの、あれ。残念。嘘。残念。これ行くっしょ。あれ、え、外れた。いや、あれ、発展するんじゃないですか。発展、はい、発展しました。おお、熱い、これ。え、選べるんですね。選べるやつですね。じゃあこれで、これで何これ、ボタンにアタック、プニプニアタック、パーセンテージを増やしていけばいいってことですね。 40% か。まだ、おー、当たりました。当たった。マジで、当たり、おめでとうございます。今日は女子チームが調子がいいですね。惜しいなぁ。満開モード行ったら頑張れ。あれだ、そうです、お願い。うわぁ、ダメだった。単発ですね。2人とも2V1、 2V1 外してるね。ダメでした。よしよしよし、チャンスあるぞ。でも3人の子をさ、すごいね、ママ。マジ大変だろ。可愛くてしょうがないですよ。可愛いね。やっぱさ、女親ってやっぱ、お、何？なんかチケット。なんかチケット持ってんぞ。ママちゃんもこのステージ行ったら多分 50% ぐらいはあります。50% ある。本当ですか？はい、あ、でもあるよ、なんか。あえて疑似に。おお。あ、赤保留。これだって 70% ぐらいでしょ？まだチケット残ってますからね。これはそうだ、まだ使ってないわ。あー、超絶かわいい。金だ、金。うわー、金、これ来るだろう。うわー、お願いします。あ、ボタン。うわー、おめでとうございます。あ、ほんとだ。うわー、やばい。サンキュー、サンキュー、サンキュー、サンキュー。いいなぁ。タナちゃんも紫保留になってますね。お、はい、マジで当てちゃってください。やった。見せ場がもう女子チームはすごいあるんですけどね。いや、女子すごいわ。やっぱ女子ってすげえからな。俺本当に結婚して思ったわ。あ、やっぱ女性はすごいと。女性は強いし、やっぱりすごいっすわ、さあ、もーちゃん、ここね、機械モード入れたいところですよね。あ、なんか袋が赤いですね、これ、はい、あ、いや、これ、あ、おめでとう。おー、おめでとうございます。やった。これで尾形さん以外全員当たってますね。うわ、これ入りそう。やめて。さあ、頑張れ。やめて。機械モード入るでしょうか。お願いします。うわー、ダメー。マジで、ノーサンキュー。ノーサンキューだよ、これ。2分、2回中だよ。50% 難しい。50% ね。これ俺のも、これ99分の1ですよね、俺のも。そうですよね。実は、あった、おめでとう。うわー、本当に勝ちに。え、なんかこれおめでとうって、これどう、なんですか。何もう当たってんじゃないですか、それ。え、そういうこと。うわ、マジで。あ、超絶かっこいい。見せるね。サンキュー。サンキュー。もうじゃあ3回目の発音だね。すごい。イエーイ。ちょっと待ってくれよ。いや、これ入りそうだわ。3分の3回目だからね。ちょっと待ってよ。あ、嬉しい。え、終わっちゃう？どう？終わった？ファイナルジャッジ、ファイナルジャッジ。93% よ。大丈夫。落ちなければ。おー、当たった。
格3連目おめでとう。すごいな、まあ、右打ちは1回戦で 1.08 分の1を当てれば大当たりですから。なるほど、まあ、ほぼほぼ早いですね。サクサク当たるんで早い、早いね。お願いします。うわ、そうでしょ。ちょっとももちゃん、やばい、嘘でしょ。一回も当たってないんだよ俺の。かなちゃん、一回も当たってない尾形さん、ね、どう思う？かわいそうです。頑張ってください。楽しいですよ。かわいそうだよね。本当に、あ、いや終わりそう。嘘？あ、でもね、花満開だから大丈夫じゃないっけ。詳しいな。おお、詳しいな。詳しいんですよ、調べてるんで。めちゃくちゃ詳しいっすね。あ、それはお客さんに聞かれたりするから。えらい、よく機種のこととか聞かれるんで、いろんな台とか調べてるんで。えらいね。あ、そうなんだ。いや、コンパとかしたらこれテンション上がる3人ですよね。上がりますね、この3人来たらね。サンキュー。サンキュー。これサンキューって誰が言ってるんですか。かなちゃんか。うん、かなちゃんのやつ。かなちゃんが言ってんの、サンキューって。すごい太い声だけど。え？機械言ってんの？機械言ってる。そうなんだ。かなちゃんもう15連チャンですからね。早っ。早っ。これ一撃で決めちゃう可能性ありますよ。あるよ、あるよ。全然あるわ。ある。あの上司に対してさ、3人は不満はないの？俺が言っとくよ、ちゃんと。ないです。上層部は知ってるから。ないの？そのなんかこうさ、なんかくどいてくるとかさ。くどいてくる。あ、み、どう？みんないい人。え、終わった？終わりそう？終わりそう。終わりそう？あ、花が咲いてないよ。咲いてないです。終わないで。いや、頑張れ。あ、終わった。うわ。16連チャン。 16でした。まあまあでもね、頑張りましたね。した16連チャン。いやいや、すごいよ。何発？お、復活。すごい、復活したじゃん。17連目。やばいやばい、すごい。まあさすがの 93% 継続ですよね。すごい。俺もちょっと、これステージいいんじゃなかったっけ。それステージいいですよ。 50% 来たよ。ギジさん、はい、来たよ、これ。はいはい、グーだった。おー、グーの得。グー来ました。グーは結構でしょ。暑いっす、暑いっす。ニコチンも緑保留。緑だ。はい、ちなみに小川さん、グー予告 92%。 92%? はい、あ、当たるっしょ、これ。ほぼ当たりますよ。はい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 、はい、はい、3回、はい、来ました。おめでとうございます。よし、来た来た。サンキュー。さあ、小川さん、どうでしょうね、ここ。カモン。サンキュー。ほら、そういうことなのよ。一発で決める。持ってんだよ。そういうことなのよ。あ、当たった。リコちゃんが当たり。もうすごい、みんな当たってる。おし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 、そういうことなのよ、結局。さあ、ここからどこまで伸ばせるかですね、小川さん。結局はね、はいはい、あら、ちょっと待って、王将当たった、はいはい、はい、2連目、2連目、はい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 、もう余裕です、これも、はいはいはい。リコちゃんも追いかけたいね。頑張れ頑張れ頑張れ。どう、リコちゃん。ほい、あー、ダメ、あー、単発。やっぱこういうの一発で決めないと、みんな。1分の1で入ってるな。単発頼むよ。すげえ。でこの満開モードはなんか違和感があったらもう当たるみたいなね。そう、ちょっとピピピピってきましたね、はい、いや面白いわ。いろいろ、ね、があるみたいなんでね。これはもう楽しいっすね、こうなると。やっぱね、ホールでも大人気。あ、はい、止まんない。30連。30来た。すごい。いや、これ面白いな。いや、面白いですよ。ずっとやっぱ当たるから。しかも初当たりがね、やっぱ99分の1ということで、ね、遊びやすいですからね。これ遊びやすいっすよ、うん、これ流行りそう、うん、ちょっと遅かったよ、今。そんなことない？やめて。今の普通ですね。危な、今普通。あ、普通だった。ちょっと、かなちゃん、嘘でしょ。嘘。39行きたいです。
嘘でしょ。お花咲いてないです。頑張れ。お願い。え、終わった。まあ、この後の復活もありますけど、どうでしょう。三十何年今。32。嘘でしょ。あー、終わりました。32年。惜しい。悔しい。チャンスだ。めっちゃ惜しい。さあ、尾形さん、チャンスが巡ってきましたよ。チャンス、チャンス。入社でフラッシュ来ました。あ、これ暑いんじゃないですか。結構紫。あ、これ桜保留ですか。お桜、桜保留だ。確定。入ってほしいな。当たったらねえ。水着見たいですか。水着見たいな。じゃあこれにしましょう。それですよ。水着はいいよね、やっぱり。楽しそう。それ長プニね。どうだ。お、なんか速報キラーの瞬間当たった。うわー、マジか。初当たり4回目。強っ。強い。4回だよ。ももちゃんサンキューいっぱい言ってるけどね、月がないんですよ。かけないからね。いや、めちゃくちゃ引き強いわ。4回引いてますからね。4度目の正直ってことだね。すごいな。え、これ尾形さんだけが39年いったらどうなるんですか。いや、勝ちよ。勝ちでしょ。尾形さんの好きなように女性陣をそうですね、お持ち帰りしていいみたいなことですよね、はい、これやば。あの駅前のホテル取ってくれ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。下水話しないでくださいよ。え、お願いします。ちょっと待って、そんな話してたら、ちょっと待って。マジで。ちょっと待って、俺もそんな話してたら、やだエロい話してたら俺こんな大丈夫か、これ。おい、待って、やめて。終わっちゃった。終わっちゃったね。うわ、終わった。あらららら、イエーイ。ちょっとサンキュー。サンキューじゃないよ。お持ち帰りとかなんかわけわかんない。なんか変な話したらね。終わっちゃった。レンちゃん終わっちゃいましたね。終わっちゃったよ。からのなし。なし復活ないですね。ダメ。復活なし。まあ18円ですからね、この短時間で。いやでもこれ39連って結構。あ、熱い熱い。あ、入賞時フラッシュ、 来ましたね。入賞時フラッシュって何パーなんですか。来た。多分これ今日なんで60%ぐらいあると思います。おっしゃ、おっしゃ、紫、おっしゃ、これあるよ、これあるぞ。これはスタンバイ、スタンバイ。あ、はいはい、タイマーですか。ちょっと暑そうですね。はい、タイマー来ました。はい、これ、これは暑い。やっぱ39連でサンキューが見たいじゃないですか。終わる。やりたい。はい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 。桜。あ、おめでとう。おお、素晴らしい。よし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 。早くない。9回転。後半見せるのよ、スターは。こうやって素晴らしい。これがね、うん、おやおや、おにやつ、聞いて、全部だ全部だ。こういうの出しちゃうのよ。すごい。自然とさ、素晴らしい。こういうのでおにやつね、これ。ありがとうございます。はい、当たりました。はい、当たった。初当たり2回目おめでとうございます。よしよしよし、これも入っちゃうんだよね、ほいで。いいな。この感じ。おしよし、お、文句モード多くない？マンカー全部マンカーモードなんだけど。え、お、すごい。確定じゃないですか。確定だよ。すごい。うっそー。いただきました。ありがとうございます。やっぱ大橋さん見せますね。すごい。はい、満開です。はい。あ、ちょっとかなちゃん赤保留。すごいすごい。やばいな、また追っかけてきたな。ちょっと待ってよ。あ、じゃんけん大会。あ、じゃんけん。お、じゃんけんチャンス。ドロー。これ前のやつでも確かじゃんけん法則ありましたよね。ありましたね。あ、詳しいな。そうなんですよ。なんかチョキが、チョキのアイコとかが熱いんじゃなかったよね。そうでしたっけ。ドロー2回。ちょっと待って。おーし、危ない。あー、負けた。負けた、ね、負けちゃった。いやー、まゆゆは負けました。
負けたかまいよ。当たった。やばい。やばいこれは。まだまだ、はい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 、ゆっくりいいよ、大丈夫大丈夫、はい大丈夫大丈夫、はい3でいいよもう、2、あ、1で、1でいいよもう、はいどうも。お、7、7、7、7、7来た。8ラウンド、7は8ラウンドだ、はい、薄いとこ引いた。すごい、うわ見せるね。これはやっぱラウンド数が多いので出玉的にも、これは見せるよ、見せますね。よしよし、あどう来ました、やばい、これやばい、暗回モード、やばい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 、追いかけますよ、ちょっと待って、あ、紫でチケット入ってるじゃん、紫、あ、入賞ってフラッシュ、リコちゃんやっと、あ、リコちゃんチャンス来た、入賞時に入ってますね、やばいね、頑張れ頑張れ、頑張ろう、みんな追っかけてきたね、大丈夫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 、はい大丈夫です、やめて、大丈夫でしょ大丈夫でしょ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、大丈夫でしょ、ファイナルジャッジ大丈夫でしょ、これはやめて、嘘でしょ、変わった、ちょっと待って、復活なさそうですか、あ、多分、う、あ、終わりましたね、お母さん、5連嘘でしょ、およさそう、ちょっと待って、ね、どうリコちゃん、どうかな、いけるかな、うーん、ダメだ、ダメダメでした、カナちゃんすごいね、カナちゃんめっちゃ当たる、今日はもうね、これカナちゃんの日だね、いやカナちゃんが3倍来た、お、おめでとう、え、またサンキュー、サンキュー、え、おめでとうだもん、おめでとう、3回転目で、おめでとうだもん、あ、紫保留、お、紫来た、当たり早いですね、はい、や、赤になった、ほんとだ、うわー、ブーブーしてる、おー、すごい、ブーブーしてる、おー、熱いね、俺のはもう当たりだから、ほらほらプルプル、ほらほらほら桜から、ほら当たりました、あー、熱狂、うわうわ、これ熱いっすよ、熱い、やべえ、熱いぞ、追っかけられる、わかった、でもここは加減入んないから大丈夫なんだ、あ、バラの景色一番いいリーチじゃないですか、あ、めっちゃいいリーチ、お願いします、うわ当たった、初当たり5回目、強いな、初当たり、サンキューで、サンキュー、すごいわ、強いな、5回目の正直、いや3人当たってますね今、頼むよ、もう3分の33分の3、ダメだ、ダメだ、入んなかった、そっか、さすがに入っていただきたい、いやそうよ、5回目ですから、醍醐味だからこれの、逆に強いですよ引きが、逆にね、逆に、うん、いやこれ入るっしょ、おー、入った入った、5回目で入りました、やばいこれ、やばいわ、伸びそうだねこれは、これ伸びそう、ありがとうございます、やばいな、まあ、ちなみにカネちゃんもう41回合計で当たってますからねすごい、超えてる、そうか、今もう9連10連目10連目です、え、待って、え、どういうこと、1回終わった、待って、やばい、待って、嘘でしょ、一発で、いやいや、わかんないですよこれ、いや、これ終わりそう、うわ、これは悲しいよ、え、マジで一発93%、なんで、嘘でしょ、5回目でやっと入ってきたわ、薄いとこ引くの好きだよね、うわまあまあこういうのがあるからね、そうなんですよね、50連とかもねできちゃうわけですからね、いやーきついね、きつい、やっと入ったと思ったのに、どう、何年今、今10、12になりました、 12? すごい、
早い。やばいかも。ファイナルジャッジ、リー、かなちゃん。はい。嘘。頼むよ。あーダメ？わかんない、ダメかもしれないです。嘘。あーダメです。17連ですね。39連むずいよね。当たってほしいな。ね。おお。これ今日いっぱい来てる。当たるっしょこれ。おお。当たりました。おめでとうございます。強いな。お願いします。うわ6分の1。はい、ということでお時間になりましたので終了。いやはい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、それではですね、私ジャッジマンが、はい、今日の勝利者チームを発表したいと思います。お願いします。今日は一番連チャンしたかなちゃん、32連チャンが一番多かったので女子チームの勝利。うわーイエーイ。いや、すげーって。でも 6回引いて1回しか入ってないそうですね。まあでも初当たりマイナスやマイナス、すごい引けてましたね。初当たりも引けましたね。うんともすんとも言ってなかったよね。あ、1回か。そう、1回当てました、うん、当てましたね。そうか。マオさんもね、俺でもだってちょっと、ね、14連ぐらいして、はい、あと5連ぐらいか、はい、ということでですね、はい、今日もお母さん負けたんで、罰ゲームをですね、やってもらいたいと思います。今日はですね、はい、習字を書いてもらおうか。習字ですか。ちょっとね、目の前に、はい、用意したので、こちらにですね、キコーナーではですね、はい、あの感謝というのをコンセプトにですね、はいはい、やっておりますので、ぜひ同じ感謝という文字をですね、書いていただきたいなと思います。分かりました。でその後、お母さんに女子たちから感謝の気持ちをね、筆で表現してもらうと。いいんですか。はい、いいですよ。でもこの感謝は後でホールに掲示しますから。なるほど。じゃあ今日、撮影してる本気で書いてください。真面目に。マジで書きます。感謝、はい、はい、感じ合ってるよなそこですかあ、でもうまい。そうですよね。お、はい、ぜひ見たい方はね、エビナ店に遊びに来ていただければ小川さん直筆の習字を。俺の習字見たいやついますよ、はい、いいっすね。お、いいじゃないですか。ちょっと上手くないっすか。ちょっとカメラの方にね、向けてもらって。上手いっすよ、結構。ほら、おお、すごい。俺、習字なんてやったことないけど。いや、でも上手ですよね。いいっすよね、はい、センスある感じする。ありがとうございます、はい、ということで、ここからはですね、はい、女子たちにちょっとね、まあね、これ、負けましたから。まあ負けたんでね、ちょっとね。お母さん、ちょっと、違う違うですか。そっちじゃない。顔の方が顔はい、ちょっと好きなようにね。いいですか。なんて書いたの。わかんない。なんて書いたの。なんだこれ。なんて書いたの。わかんない。なんて書いたの。好き。好き。え、俺ちょっと全然伝わらない。好きですね。嬉しいこれじゃ。おおおお。これわかる。これわかる。おお。なんて書かれたかわかります。わかんない。ああ、じゃあかなちゃんも。なんかこれ罰ゲームじゃないな。何ですか。癖になりますよ。なんか。金持ちの遊びみたいな。これなんだ。ハート。嬉しい。サンキュー。うわー、これはいいわ。これで俺東京帰りますよ。マジで。これ嫁さんに見せたらやばいっすよ。怒られますからね。相当な遊びしてきたなっていう。はい、ということで、はい、皆さんね、今日は大当たりもね、たくさん引けて。いや、本当っすね。いや、すごい良かったなと思いますね、はい、女性陣とこう打てて、またいいっすね、たまにご褒美で。いや、そうですね、ご褒美。まあ、野郎だけで打つのもいいっすけどね。そうですね。たまには女性陣もめっちゃ楽しかったっすわ。そうですね。女性陣の感想はどうですか、リコちゃんとか。楽しかった。楽しかった。よかった。
ももちゃんも初出演でしたけど、うん、楽しかった。うわー、よかった。かなちゃんは楽しかった。あー、よかった。みんな楽しかったよ。またね、やりましょう。はい、はい、ということで次回のサンキューチャレンジでお会いしましょう。はい、また見てね。サンキュー、サンキュー、バイバイ。これ本当癖になるよ。ちょっとまたちょっとプライベートだから、ね、いいですか。